体操男子 VS 女子、強いのはどっちだ、イエーイ。皆さんこんにちは、シロックスです。小太郎です。こんにちは、平岩優馬です。今日は県庁スポーツクラブにお邪魔しているので、この男子9人、女子9人で9個の勝負をして、どっちが星が多いかをやっていこうと思います。さっきね、ちょっとショートでやったんだけどね、決着がつかなかったんで、ここで本当にどっちが強いのかを決めていこうと思います。じゃあ早速やっていきましょう。ここからジャンプして遠くに行けた方、先あとどっちやるか、じゃんけん、じゃんけんしよう。最初はグー、じゃんけんぽい、はい、こうでしょ。どっち行く？方向、じゃあ先、うん、無理しないぐらいでね。 OK、 じゃあそこダンスの番、これ越したら OK、 これはダンスの勝ちで、1種目目は男子の勝ちです。2種目目いきます。次の対決は逆上がり10回先にできた方が勝ち。この2人のどっちかが先に、はい、入って先に行った方の勝ちね。 OK、 OK ですか、いきましょう、よーい、スタート。3、いける、いける、いいよ、5、無駄がないね。7、8、9、はい、もう一回、あーい、1種目目ダンスの勝ちで、3つ目の勝負、馬跳び10回先にできた人の勝ち。ちょっと練習しようか、いいよ、3回止めてみて、練習練習、 OK、 大丈夫、 OK、 じゃあこれを10回、いくよー、よーい、スタート。じゃあ2対1、じゃあ次の勝負いきましょう、はい、4つ目の勝負、片足手押し相撲、これは先に足が動いた方の負けです。じゃあ向かい合って、手以外は触っちゃダメ、いきまーす、よーい、スタート。頑張れ、うわー、女子の勝ち、いい勝負、いいね、すごー、すぐ次の5種目目いきましょう、はい、ついに半分まで来ました。5種目目、シンプルに腕相撲、これちょっと思うんだけど、女子フリーすぎるから、ゆうなちゃんに出てもらってもいい？え、させない？ゆうなちゃんに出させない？あ、そうなんだ。じゃあ5番目の人としてやろうか、腕が跳び箱についたら負け、いくよ、レディーファイ、頑張れ、あー、女子の勝ち、やばいね、暑いっしょ、女子グリとか言ってごめん。じゃあ女子が今3ポイント、男子が2ポイントです。6個目の勝負、僕ら2人が補助して手押し車、この黄色いマットの端からこっちの黒いポジに先にテープ入れてます。1回練習する？ OK、 これを一番あっちの黒いポジまで出た、オッケー、行きまーす、よーい、スタート。どう？
あー、男の子の勝利。トントンだね。うん、ギリギリだったね。すごい。ちょっと思いっきり押しちゃったもんね。第7種目目、マットの端から前転をして一番短い距離で前転ができた方の、せーのでやろうか、これは。いくよ、せーの。短い。どっち？男子でしょ。男子？男子じゃない、ちょっと。オッケー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 。これ男子。あー、本当？ちょっとだけ男子。はい、男子の勝ち。8種目目、鉄棒でぶら下がり長くできた方の勝ち。足ついちゃったらもう負けで、いける？もう大丈夫。じゃあお願いします。いきますよ、よーい、スタート。頑張れ。きついよな、腹筋がきついぞこれ。頑張れ。うわ、次最後、この最後で決まる。最終種目、縄跳びの前跳び。次に引っかかった方が負け。兄弟らしいんで、どっちが勝つか楽しみですね。頑張れ、これで決まるからね。準備はいいですか、2人とも。 OK、 いきますよ、よーい、スタート。ということで、この勝負、男子の勝ちです。イエーイ。女子もすごいです。めっちゃいい勝負、ありがとう。体操男子対女子の対決終わり。バイバーイ。